今回はいつまでも美しい女優の牧陽子さんについてご紹介したいと思います。牧陽子さんは1982年10月15日生まれで千葉県出身です。趣味は映画鑑賞。特技は陸上競技とワイヤーアクションだそうです。結構アクションとかされてますもんね。1993年、小学校5年生の時に足立由美主演の、レックス恐竜物語を鑑賞し、同世代の足立さんが活躍しているのを見て、 芸能界に入りたいと強く思ったそうです。中学3年生の時に両親に、無名塾入りと芸能界入りを相談したところ、父から猛反対を受けたそうですが、どうしても女優になりたかった牧さんは放送禁止用語を多用して父を脅し、芸能界入りの許可をもらったようです。中学卒業後の1998年、応募者約1000人の中からわずか5人の合格者に選ばれ、俳優養成所、無名塾、 二入塾、合宿で日課となっている早朝の時給層を早い時間に済ませて先に発声練習をして集合場所で待っていたため、それを見た養成所の方がサボったと思い大激怒しましたが、納得のいかなかった牧さんは逆に怒り返したことから揉めてしまい、結局そのまま退塾したそうです。なんか色々と破天荒な方ですね。その後2003年のオムニバス写真集で水着姿を初披露。水着のグラビアはこの時と、月刊牧キ陽子、 のみです。2008年11月10日、元俳優の片山レオさんと結婚。この時に周囲に結婚を大反対されたこともありましたが、牧自身は両親が離婚していたこともあって温かい家庭に憧れ、結婚願望が強かったことからその意志を貫き通したそうです。2009年5月10日、第一子となる女子が誕生したものの、2015年9月に離婚されました。2014年3月7日、さよなら警告。 で第37回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、そして父になる、デザイン優秀女演女優賞をダブル受賞されました。ちなみに私が牧さんの存在に気づいたのは、2007年に放送されていたフジテレビ系列の SP というドラマでした。ものすごいスタイルが良くて美人で、拘束されているシーンでドキドキしていた覚えがあります。わかってくれる方は多いはず。こういう関係では映画、パッチギ、 で、共演した江口のりこさんや同い年の大塚愛さんとすごく仲がいいそうです。マキさんはヘリースモーカーであり、ドラマのモズシリーズによる、打ち上げパーティーの最中は豪快に喫煙していたそうです。なんかかっこいいですね。今後も素敵な人たちをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。